はい、そしたら昨日比較級って言って A より A の方が B より何々ですとか、そう、私は誰々さんよりももっと何々しますとかっていう表現やったんだけど、今日は最上級 A が最も何々ですとか A さんが最も速く走りますとかっていうのを今日はやってみたいと思います。でポイントは A さんもしと B 動詞を使うんであれば A さんが何々ですよって言うんであれば A さんIs、 または私がって言うんであれば am、 I am、うん、またはあと三人称の複数であれば are、うん、とか you、 あなたが何々ですだったら you are で the ともんと the プラス最上級の形容詞っていうような形になってます、うん、でどこの中でどういうグループの中でっていうのを限定する場合には、例えばと場所日本でっていうんであればIn Japan とか、私の家族の中で In my family とかな形になるんだけど、うん、例えば人数5人人がいて、その中で何々さんが一番何々ですよって言うんであれば Of the five とか、とこれらのと車の中でって言うんであれば Of these、 例えば100 cars、 これら100台の車の中でとかっていうのは Of the、 または These those プラス数字っていうふうに言ってくれれば、あとこの限られたこの人数の中で何々さんが一番何々ですっていうような表現ができます、うん、で 100% じゃないんだけど昨日と同じでスペルが短めの形容詞の最上級は形容詞プラス est なので big、 biggest、 まあ綴り上 g が2つになるんだけど biggest、 small だったら smallest、 一番大きいですよ、一番小さいですよ、一番年取ってますよ、 oldest。でスペルが長めの形容詞は比較級、大比較級になっちゃってる、最上級は most プラス形容詞な形になります、うん、なので長い形容詞、例えば interesting、 一番面白いやだったら most interesting、 boring、 つまんない、一番つまんないやだったら most boring、 なので、うん、でと不規則の形容詞もいくつかあるんだけど、昨日 good、 well の比較級は betterだよっていうのを話をしたんだけど、一番何々ですよ、 good と well の最上級は best、うん、で many と much、 数がたくさんありますよとか量がたくさんありますよっていうふうに言う場合には most、うん、でと bad、 悪い、うん、一番悪いっていうふうに言う場合には worst っていうのを使います、うん、で昨日忘れてたんだけど little と little と few、 ちょっと little は数えられるものの前、あ、ごめんと、リローは数えられないものの前、うん、フューっていうのは数えられるものの前に来て、うん、ちょっと何々。なので、と、フューピーポーであればちょっとの人数の人々、リローコーヒーであればちょっとの量のコーヒーとかって形になるけども、うん、と、こちらも不規則で、それの比較級はレス。うん。リローもフューも比較級はレス。で、うん、と、一番ちょっとっていう風に言う場合には、リーストっていうのを使います。うん、一番ちょっとって一番ちょっと、うーん、例えばとお父さんもお母さんもと長女もみんな例えばとコーヒーを飲むとするでしょ、うん、でも私が飲む量が一番少ないかなとかっていうふうに言う場合には、うん、I drink the least coffee of the three、 of the three、 さっき言った3人の中で一番、あとコーヒーを飲みやすかったら I drink coffeeなんだけど、うん、一番少量のっていうのがリースなので I drink the と比較級の場合には、最上級の場合には the が必要になるので、うん、the least coffee で、まあ、飲むことは飲むんだけど一番少ないかなってな感じの表現になります、うん、じゃあ実際に今やってって慣れてってみよう。次の日本語は英語に、英語は日本語に行ってみよう。 My boyfriend is the tallest in his company、うん、どういう意味でしょう。私のボーイフレンドは、うん、彼の会社の中で一番身長が高いです、うん、そう、トールっていうのが身長が高いって意味なんだけど、とそれの最上級 S と The がついてるので一番背が高いですよって言っても、どこでかっていうと In his company、 お、his company っていうことは社長さん、社長さんなんだかもしれない。それか彼が仕事している、働いている会社っていうのは意味もあるんだけど、うん、あのもしかしたら社長さんかもしれない、お金持ちっていうふうに言ったもんね次行ってみよう。 My boyfriend is the most handsome in Japan
もう聞いてる方が恥ずかしくなっちゃう。さ、どういう意味さ、誰が彼氏だと思ってんださ、My boyfriend is the most handsome in Japan. 私の彼氏は日本で一番イケメンです。そう、とさっき出てたトールっていうのは短めの単語なので最上級はトーレストなんだけど、うん、ハンサムっていう単語のハンサムの最上級はハンサメストではなく、うん、モーストハンサムな形になります。ハンサメスト、すごい、なんか春サムみたいな。じゃあと3問いってみよう、ま、ちなみに2番の意味は私のボーイフレンドが日本で一番イケメンです。うん、3番 My boyfriend is the richest person。 さっきと形容詞 the tallest の後に一番背が高い、一番ハンサムっていうふうに言ってるんだけど、この後に tallest、 例えば teenager、 10代の人、うん、とか、あとは most handsome なんだろう、My boyfriend is the most handsome、student、うん、とかっていうのに、うん、一番イケメンな学生ですとかってに、ここに名詞を入れても OK なのね、名詞と、うん、パイロットとか、うん、学生とかそういうの、なので、うん、パーソン、人っていうのを入れても OK です。なので My boyfriend is the richest person in the world。 おー、どういう意味でしょう。My boyfriend is the richest person、 私のボーイフレンドは日本で一番お金持ちです、うん、そう、一番お金持ちなんだけど in the world っていうふうに言ってるので、世界で、世界で、そう、世界で、日本でって言った、うん、世界で一番お金持ち、すごいな。じゃあ今度は日本語英語に訳してみよう。私には5人彼氏がいて、どんだけいるの。で、俊夫さんが5人の中で一番年寄りです。まず最初にわけわからない文章。私には5人彼氏がいます。なんて言ったらいいでしょう。I have five boyfriends。そう、I have five boyfriends。じゃあそこまで、まあ半分、この辺ぐらいまで、なるべくちっちゃく、スペース的に、ちょっと限られてんで。あ、ちち。I have。うん。I have a pen。うん、違う。I have five boyfriends。うん、刺さっちゃった。どういうこと？ハートが刺さる。Friends. So I have five boyfriends. で、一つの文なので繋がっちゃってるので、一回コンマ、ピリオドじゃなくてコマ。で、と二つの文を一つに文にまとめたい場合には、コンマを打って、そしてっていう単語が必要なんだけど、そしてとかそれからとかと。And. そうそう、じゃあ and を書いちゃって。And. 敏夫さんが、まあ、さんっていうのは飛ばしちゃって、敏夫が、一番年寄りです。T is. うん、敏夫？敏夫、え、T、T にしなくていい。あ、T でいいや。うん。T、敏夫 is the most old. あ、じゃあ、oldest。そう、old。と短い単語なので、比較機は EST をつけて oldest なので、と、え、T、敏夫さん、T is なんだっけ？じゃあ、違う。そう、うん、合ってるよ。T is the tallest。oldest。oldest。そう、he、T、敏夫さんの T ね。うん、T is the o、T is o で始まってるので、T is the oldest。だの発音が the になるんだけど、T is the oldest。そこまで書いてみよう。And で、そう、5人いる彼氏の中で、5人の中でっていうふうに言いたいんだけど、5人の中でって何て言ったらいいか覚えてる？ In お five。 お、惜しい。 In プラス場所、In my family、まあ、家族っていうのも場所に、この場合にはなんだっけ、 In my family とか In Japan、 または人数が限られてる場合には Of the 数字、 Of the five、 Of the five、 そうなので、はい、 five をアルファベットで書いてみよう。書いてみよう。あ、書いてある、 OK、 five、 そう、 I have five boyfriends、 5人彼氏がいて、 and T is the oldest。 そう、 T、
あくまで敏夫さんなんて言えないから T イニシャル T is the oldest of the five。 敏夫さんが一番5人の中でと年を取ってます、はい、私の父はこれらの6人の男性の中でそうと5人いる彼氏とお父さんなので合計で6人の男性が出てきました。で、私のお父さんはこれらの6人の男性の中で一番長い時間仕事をします。私のお父さんは仕事をしますってなんて言ったらいいでしょう。 My father work My father My father workじゃあちょっと書いてみよう。一番長い時間、とりあえず私のお父さんは仕事をします。ワークス、うん、あーなんかちょっと OK、 そう最初書いてたウォーク歩くをね、でそうそう、さっき何回かじゃあ書いてみようっていうふうに言ったのがなぜかっていうとこの S が聞こえなかったから、うん、三人称単数の S が言ってなかったような気がしたんだけど書いたら OK、 そうそうそう My father 自分でもない相手でもない三人称の人でと仕事をします、現在形だから動詞の後に S が必要になります。 My father works で Work long hours で長時間仕事をするっていうような意味なんだけど、Work longest hours。そう、Work longest hours なんだけど、最上級の場合にはこれが必要になります。なので、My father works the the そうで長い long longer longest longest で時間 hours。字が2つ。ロングの場合にはね、ロン、うん、ロングです。イエス、と字は1個だけで OK。ロングアワー。アワーズ、そう。大抵働くときには7時間とか6時間働くので、アワーズ。で、とさ、で、これらの6人の男性の中でっていうふうに言いたいので、とさっき出てきた、5人の中でだったら of the five なります、うん、of the five で6人の中でだったら five の代わりに of the six、うん、なんだけどこれらのって何て言ったらいいんだっけ。そう、その他にもう一個似てるようなのでザ、複数形だよね。で、あ、そう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 、 those はあれらの、うん、なっちゃう。これらの今話と6人の男性がもうこのなんていうの手元に出てきてるのでこの 6人の男性がはい彼氏 A 君です、 B 君です、 C 君です、 T 君ですって出てきてお父さんですってここにボーイフレンドとお父さんが並べられました。やだなのでこれらの6人の中でなので、そうこれらの場合には these なので these 6で、6で男性なんて言ったらいいか知ってる？マン。マンで6人の男性複数形なのでとマン。おお。人メンとウォーマンは複数あと不規則のと複数形が S をつければいいやつじゃないんだけど。ES。はね、単数の場合、男性一人の場合には、man と綴り。発音上あんまりほとんど変わりがないんだけど、一人の場合には、a、ここね。うん、で、複数、二人以上の場合には、e になります。で、多少地域差があるんだけど、発音は、こっちは、man、man。少し伸ばす感じ、an、man、うん。で、こっちの方は、man、man。なんか短い、うんって感じなんだけど、うん、でもあんまり発音上で区別するんじゃなくて文脈から判断する形になりますので、うん、My father works the longest hours で人数がいる中でっていうふうに言う場合にはとさっき出てきた of を使って of these six men っていう形になります。
Men. So, my father works the longest hours. でこのピリオドを取っちゃって、で何人の中でかっていうと、of these six men、これら先ほど言った6人の男性の中で一番私のお父さんが長時間労働するんです。うん、でも彼はこれら6人の男性の中で一番貧乏です。仕事ができないってこと。仕事ができない。容量が悪いんだ。ダメなのそれ。さあこれら一番貧乏ってなんて言ったらいいか知ってる？貧乏。貧乏。うん。プッププッププッププープーそうプーじゃあでも彼は最も貧乏ですっていうふうに言いたいんだけど、とりあえずこんな感じかなで書いてみよう。でもなんて言ってるでしょう。But 彼は最も貧乏です。あ、手に入れちゃった。 But he、うん、で、最も貧乏です。最上級で、だから、そう、the プラス、most。poor っていうのが貧乏。poorest。そうそう、poorest。he is the poorest。こんな感じで、かなっていうので書いてみよう。これいらない気がしてきた。で、これら6人の男性の中で、さっきやったやつはこれ。Of these six men. So, but he is the poorest of these six men. The poorest. なんだけども、貧乏っていう単語が poor, P-O-O-R が辞書に載ってる形、貧乏なっていうね。うん、で、それの最上級はEST をつけて、これがなんか W 消したからさ、A に見えちゃった。O って書いたつもりだった。そう、なので、But でも、He is the poorest of these six men。これら6人の中で、はい、彼っていうのは何かっていうと、私のお父さん。一番容量が悪い、仕事ができないお父さん。はい、あくまでネタです。はい。だから5人も彼氏いないし。さあ次行ってみよう。My father speaks Spanish very well。ちょっと気分転換でお父さんのいいとこ行ってみよう。はい。さあ、My father speaks Spanish very well。どういう意味でしょう。私のお父さんスペイン語をよく話します。そう、very well。well で上手にって意味なので、very とても。なので私のお父さんはスペイン語をとても上手に話します。で彼、ちなみに私のお父さんのことね、彼はスペイン語より英語の方をもっと上手に話します。お、これは非下級だ、最上級じゃなくて、もうじゃん、ウェルの非下級覚えてる？もっと上手に、そう、ベラー。なので私のお父さんはスペイン語より英語の方をもっと上手に話すっていう風にあるんだけど、昨日話してて、どっちの方最初に持ってきたいんだっけ、英語は。英語。そう。英語な。じゃあ、私のお父さんは、英語を話します。なんて言ったらいいでしょう。My father speaks English. そう。じゃあ、それを書いてみよう。私のお父さんは、英語を話します。あれ？あれ？そう。で、ここまで訳すと、私のお父さんは英語を話します。Better. で、そう。さらに上手にっていうのが、better。うん。じゃあ、それを書いてみよう。で、何よりも上手にかっていうと、スペイン語。スパニッシュ。スパニッシュか。書いてある。で、文末なので、そう。My father speaks English. 私のお父さんは英語を話します。どういうふうに英語を話すかっていうと、ベラ、さらに上手に。で、何よりも上手にかっていうと、than Spanish、スペイン語よりも。
で意味は二通りあって、お父さんは英語もスペイン語も話すんだけども英語の方が得意ですよって意味と、私のお父さんもスペイン語も英語を話しますよ。でも、ここ人だったね。でも、スパニッシュさんっていう人よりも、私のお父さんの方が英語を上手に話します。そう、もしかすると人の名前でいるかもしれない。わけわからない。スパニッシュさん。いるかもしれないね、だね。いるかもしれない、そう。どうだろう。世界のどっかには。うん、じゃあ次行ってみよう。いないとは考えられないから。そう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 。まあでも普通こういうふうに書いてあったね。お父さんは英語よりもスペイン語よりも英語の方が得意ですってなったニュアンスになります。私、彼は、お父さんのことね、スパニッシュさんじゃなくて、うん、彼は日本語を一番上手に話します。そうかな。最初に、彼は日本語を話しますっていうふうに言ってみよう。He speaks in Japanese. そう、He speaks Japanese. そうかなっていうふうに言われてしまう。いやなんか普段英語だからたまにさ、近所の人とかにさ、そう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 。確かに。うん、あ違う、火だ、うん、文頭なので火は本当だ、ニーズでとそこでストップして、これだけだと彼は日本語を話します、うん、で彼は日本語を上手に話します、だから He speaks Japanese 上手にっていうのが well、うん、でもっと上手にやったら He speaks Japanese better、うん、で Well 上手にもっと上手には better、うん、一番上手には何だったっけ、うん、あれ どこだとあこだったた Good と Good と Well のそう最上級は Best なので、はい、どういうのでしょう、彼は日本語を一番上手に話します。 He speaks English the best. He speaks Japanese. Japanese the best. The best. そう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 。 He speaks Japanese the best. で、ちなみに言うと、まあ余談なんだけど、うん、最上級は基本的には the っていうのを入れないといけないっていうようなルールがあるんだけど、うん、best の場合に限っては the はオプションですよっていうのルールが一応あるので、うん、He speaks Japanese best でも OK です、はい、OK、まあ、でもいつも入れときゃね、あの間違いじゃないんで、うん、そっちの方が無難かなと思うんだけども、うん、はい、次見よう。10番、彼はお父さんのことね、彼はこれらの6人の男性の中で一番口数が少ないです。一番口数が多いよ。いないけど、5人いないけど。まず最初に彼は話します。He speaks a lot. そう、たくさん話すだと He speaks a lot だよね。じゃあ He speaks まで書いてみよう、とりあえず。で、He speaks 彼は話します。たくさん話すだと He speaks a lot、うん。彼はちょっと話しますだったら a lot の代わりに He speaks a little。で、ちょっとかな、リトルの場合にはよく、あっていうのをつけて、ありとって言うんだけど、he speaks ありと。で、彼はちょこっとだけ話します。うん。っていう意味になります。で、誰かと比べて、彼の方が話す数が少ないですよっていうんであれば、うん、he speaks less than 誰々さんになります。うん、じゃあ、彼は一番、うん。これで、least って言うんだけど、least. うん。彼は一番口数が少ないですっていうんだったら、he speaks least。これで。で、最上級なので、ザプラス最上級。He speaks the least. で、そうそうそう。で、これで彼は一番話す量が少ないですっていうのができました。で、うん、どこの中でかっていうと、これら6人の男性の中でもう何回も出てきてるやつなんだけど、なんだっけ、これら6人。These. うん。Of these six.Men. So, of these six men. あれ急に書けなくなった。そう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 。These, these six men. So, he speaks the least. 彼は一番
話します、彼は話します、でも話す量が一番少ないです。 He speaks the least。 で、どこでかっていうと Of these six men、 これら6人の男性の中で、うん、彼は会社の中で一番少ない額のお金を稼ぎます。そうだね、だってお金かけてもお金入んないのもんね。彼は稼ぐ、お金を稼ぐっていうのを昨日やったんだけど覚えてる？なんだっけ、メイクマニー。じゃあ彼はお金を作ります、なんて言ったらいいでしょう。 He makes money。 で、マニーはマニーなんだけど、たくさんお金を稼ぐようだったら He makes a lot of money になります。彼はちょこっとだけお金を稼ぎますようだったら He makes a little money になります、うん。じゃあ彼は2人の人と比べて、彼は A さんよりも少ない量のお金を稼ぐだったら、うん、He makes less money than 誰々、うん、じゃあ彼は一番少ない量のお金を稼ぎますって言うんだったら、うん、He makes the、うん、least money。 そう、 money。 He makes the least money。 頭がしごしって、ああ、メイクス、なんだっけ、ザ、うん、最小額で、あれ、こうなんだっけ、その間に合ってるよ。で、彼は会社の中で、会社ってなんて言ったらいいか知ってる？うん、カンパニー。で、彼の会社。まあ、あの、この場合には、彼の会社っていうふうに言うと、彼が仕事をしている会社っていう意味にもなるんだけども、うん、で、と、場所とか、と、そういう組織の中でっていうふうに言う場合には、オブじゃなくて何だったっけ ?in 彼の会社。in his company。そう。he makes the least money で、うん、彼が働いている会社の中で。in 彼の会社。カンパニー。習ったっけ、うん、習ってるはず。本当に、うん、カンパニー習ったっけ。うん、とりあえずこんな感じかなで書いてみて。うーん、絶対短かった、とカンパニーのんって発音なんだけど、 M あと P の前に来た場合にはと M って書きますので、M の前、あと P の前にんって発音があると、プって発音するためには、口を一回唇を閉じないといけないので、M になるので、ね、なので、コンパニーって書いて、カンパニー、会社の形になります、うん。He makes the least money in his company。彼の働いている会社の中で彼が一番、少額のお金を稼ぎます。次行ってみよう。I like cats the best。どういう意味でしょう。私は猫が一番好きです。はい、私は猫が一番好きです。じゃあ、私は、一番お金持ちの彼氏が一番好きです。一番お金持ちの彼氏って何て言ったらいいと思う？ The richest boyfriend。 そう、 The richest boyfriend。 じゃあ私は一番お金持ちの彼氏が好きです、何て言ったらいいでしょう。 I like the 一番お金持ち richest 彼氏 boyfriend。 そう、じゃあそこまで書いてみよう。 I like the richest boyfriend。Boyfriend。 うん、でただ一番、そう、彼氏が例えば1億円稼ぐ彼氏と10億円稼ぐ彼氏と2兆円稼ぐ彼氏と10兆円稼ぐ彼氏とかいろいろいるんだけど、一番お金持ち The richest boyfriend が一番好きですって言うんだったら、一番、私は猫が一番好きだったら I like cats the best。なので、私は一番お金持ちのボーイフレンドが一番好きです。I like the richest boyfriend. The 一番。そう、the best。なので、ピリオドを取って、そう、the best。はい、そう。I like the richest boyfriend the best。 一番お金持ちの彼氏が一番好きでっていう形になってます。さあ、はい、まあ、一応これは全てあのフィクションです。はい、うん、そりゃね困るよ私の身近に、はい、ここまでで何か質問はあり
マッチョマン。マッチョなんで間。はい、じゃあ今日もどうもありがとうございます。マッチョマン。お父さんが一番マッチョマン。